ね、昨日も印象的だったんですけれども、ボールを持ってる選手に、あ、素晴らしい。まず最初の得点、AJ です。鮮やかなシュート、いやフォローに行った、 AJ の得点です。ショットクロックは残り8秒、今川に預ける、浜田に通った、いいパスが通りました。浜田のショート2人がかりのブロックでいった。決まりました。やはりフリーで打たせるとしっかり森田選手決めてきますね。森田選手もよくディフェンスしてます。先ほど3を決めた森田、藤田からインサイド、今川うまく通りました。藤田が陣地、ワンオーバー、リールしてからの攻撃、さあ森田もう一度スリー、連続で決めました。クールな男森田、波に乗る第3クォーターのレブナイスの攻撃です。さあ森田後ろからのディフェンス、ここも奪った。さあ AJ1 対1、藤田、最後は藤田が決めました。通りなんですけど、最後の集団のところやっぱりしっかり人を回さないとですね、はい、第3クォーターの残り時間も少ない中で最後に AJ が決めました。第3クォーター終わります。そうですね、さっき伝説終わった時に9選択ぐらいだったんですよ。はいはい、おロートがフォロー、今日はこのコンビが輝きます。はい、AJ
バルさあ奪った、ここはスティール、さあどんな AJ か、AJ タイムだ、高い藤田拾ってシュートです。サイドを森田が持っていった、ノートが触って自ら強いオフェンスリバウンドから外へ森田、スリーはもう少しまだ出ません、レッドナイスボール、また森田だ、スリー決まった、何度でも何度でも打ってきます、はい、これはこれすごくワクワクします。浜田から外、再び森田、スリー決まりました。